こんばんは、ご無沙汰しております、ミシピーです。皆さんキーボードを使ってますでしょうか。1万円のキーキャップ、キーボード沼の終了ということで、まあまだ沼はあるということを気づきました。というのはですね、皆さんキーボードをちょっと今ご覧いただきたいと思うんですが、こんな感じですね。このボディがあって、でこのキャップがあって、スイッチがあって、でまあスタビライザーとかがあるんですけども、こう一体になってできてます。で、ちょっと音を聞いてみましょうか。一体型になってるものはですね、当然もう全部備わってますんで、もうそのまま打つだけなんで、音の責任はメーカーの責任ですね。こういうそのカスタムキーボードというのはですね、でスイッチで、さらにその上に乗っける、まあキャップっていうのがあるんですけれども、ということで、まあその全部が一体となって一つの形を成すんですが、一応全部まあ見極めたと思ってたんですがですね、実を言うといろいろ調べると違うということが分かってきたんです。はい、ドン。で、まあドロップというところでこのキャップを買ったんですけども、その GMK というメーカーが実はあります。でこれがですね、もうキャップの世界ではスタンダードになってるというか、その ABS っていうのは昔からある材質なんだけども、それをその弱点をですね、まあ、ダブルショットっていうことで、まあ、二重にしたり、まあ、いろんな、まあ、塗装をしたりということで、むしろ音が良いというメリットがあったから、そこがさらにそういうデメリットを潰してきて、むしろ完璧になったというかですね、カチャカチャ音を出したいときは、ABS を使って、そうじゃないときは PBT を使うみたいな、なんとなくその風潮があるかなと思ってます。ドイツの会社ですんで、在庫なくなっても、まあ、お客さんのためにまた必死で作るっていうよりは、まあ、決まった時間、まあ、契約の中できっちり仕事をこなすと、ただし職人技を出すっていう、まあ、そこが大きな国同士の違いかなというふうには思ってます。レッド&ブルーサムライというのをこれが偽物だということが分かりまして、の GMK が作ったキーキャップがどうも最初で、それを中華製ということで安く、しかも材質を変えて、PBT で出してきたということで、だから音が全然実は違うんだということを知ってですね、ショックを受けました。レッドサンズの GMK レッドサムライキーキャップセット、これがですね、もう1万円って書きましたが、ちょっと見るのも嫌なんですが、125ドルになってますよね。で GMK のレッドサムライということで、うわ、やってしまいましたね。まあやってしまいました。逆にしたからでしょう。ほら、はい、なんかバラバラになってしまいました。その LED が上についてれば上が光るし、下が光れば下が光ると。で中華系は上が光るようになってて、まあ割とそれ以外は下が光るようになってると。はい、やっぱ金文字っていうのはですね、まあ日本人からすれば見慣れてるせいか、すっきりさせたいからいらないっていう人もいるんですが、むしろ世界のニーズは割とかなっていうのはあるなっていうのを思いましたし、まあ私はやっぱり大和言葉とかですね、なんかすごく深みを感じますんで、ひらがなの方がいいですね。入れてますんで、まあ、黄色はペイントではないということで、一生使えると。これはアッコ。あんまりわかんないですね。やっぱいい音がしてる気がします。さすがって言いますか。はい、化け猫なんで簡単に外せました。化け猫64にサムライ、化け猫64にサムライです。
ただしですね、これ J と F のところに普通ポツがあるんですけど、ポツがないんですよね。だからポツがないから、スタンダードポジション、に戻るのが少し分かりづらい。音はすごくいいです。このやっぱ J と F のポッチはちょっと残念。うん、サムライになりたい。今日この頃です。スピードアップの練習もしたいと思います。まあ1.2万円の価値があるかどうかって言ったら、うん、このサムライっていうのはもう本当ここでしか買えないっていうのは大きいですし、あと音も心地よいし、手の感触もすごくいいんです。だから、全く悪くはないんですが、1.2 万円を出すかと、まあ通常6000、7000ぐらいで、最近は PPT でしたら手に入りますから、あとは本当その音に対してどんだけ払うか、ということですね。まあ耐久性に関してはまだまだ私も、知らないんで、やってみたいと思います。このポチがないのはもう本当に残念。はい。ということで、侍になりたい方は、ぜひ本物の侍を買っていただければと思います。はい。お付き合いありがとうございました。